Shining for you M ステージ。皆さんこんばんは。今年はもっともっと綺麗になりたいと思っている町亜生です。今夜は今光っているいい女お二人を招きしています。昨年写真集が大きくクローズアップされました天理エミリさん、そしてウィスパーボイスが男性を魅了しました吉村麻希さんです。まずは天理さんからです。どうぞ。一人でいると気づくよ。今夜のゲストは天理エミリさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年は、はい、この写真集が話題になりましたが恥ずかしいですよね。恥ずかしいです。うん、結構これは際どい写真とか。そうですね、ちょっとありますね。今まで、いや、なんか撮るときはそんなに抵抗はなかったんですけど、といってもそんなにもうめちゃめちゃすごいっていう感じでもないんで、でもなんか後から出来上がって見てみると、なんかあ、ここまで自分でやってしまったのねっていうこの題名のラブミーっていうのはどなたがつけたんですか？私です。あ、自分につけたんですか？何個か他の方にも考えてもらったんですけど、自分で考えた中にその私のこと好きっていう、こう聞きたい気持ちでいっぱいなんですよ今。なんかそういう時期、どう私のこと好きなのって聞きたいっていう気持ちから、なんか、うん、写真の中からそういうのが湧き出てきたらいいなと。満足いく出来でしたか？そうですね、私の中ではすごく満足してます。歌の方も今スーパージョッキーのテーマソングを歌ってらっしゃいますが、はいはい、この歌はどんな歌ですか？最初こうリズムを取って歌ってたんだけど、なんかこうあれ違うなっていう気分になってきて、あ、これはリズムを取らない方が面白いのかもしれないとか思って、ぼーっと立ちながら歌ってたら、それの方がなんかかっこよくて、それの方がいいなと。それでは天理エミリさんで愛し合おうよです。